プロッサーはアメリカ合衆国ワシントン州ベントン郡の郡庁所在地である。焼き間川沿いにある。ワシントン州財務管理局による2008年の統計によると人口は推定5124人である。北緯46度12分25秒、整形119度45分56秒に一致している。アメリカ合衆国統計局によると 総面積11.5平方キロメートルである。このうち11.1平方キロメートルが陸地であり、0.3平方キロメートルが水地である。2000年の国勢調査では、人口4838人、1697世帯、1240家族が暮らしている。人口密度は161.6平方キロメートルである。百六点八 平方キロメートルの平均的な密度に25,225 25件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人79.89%、アフリカンアメリカン0.54%、ネイティブアメリカン0.91%、アジア0.76%、太平洋諸島系0.29%、その他の人種15.11%、 根結2.50%である。この人口の29.37%はヒスパニック、またはラテン系である。ドイツ系17.3%、イングランド系10.8%、アイルランド系9.3%、アメリカ系6.8%、ノルウェー系4.3%、フランス系4.2%、その他12.5%である。全世帯のうち、 18歳未満の子供と同居している世帯が41.5%、夫婦のみの世帯が57.2%、未婚女性の世帯が12.2%であり、26.9%は家族を持たない。個人名義の世帯主が24.0%、そのうち65歳以上が10.9%である。世帯ごとの平均人数は2.83人。 家族ごとの平均人数は3.38人である。18歳未満の未成年が32.5%、18歳以上24歳以下が9.6%、25歳以上44歳以下が26.0%、45歳以上64歳以下が19.5%、65歳以上が12.3%、平均年齢は32歳である。 女性100人に対して男性は91.4人である。18歳以上の女性100人に対して男性は88.8人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は 39,185US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 45,162US ドルである。男性は 36,750US ドルに、 対して女性は 26,146US ドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は 16,302US ドルである。人口の11.5%及び家族の13.5%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の21.1%及び65歳以上の2.6%は 貧困線以下の生活を送っている。長い間、インディアンが生活していた。この地は、急流を意味する、タップタップと呼ばれていた。1879年、ウィリアム・ファーランド・プロッサー大佐が地域を調査し、1882年に、居住申請した。1884年、ノーザンパシフィック鉄道が開通し、1885年から1886年に、 かけて、駅のプラットフォームが完成した。1886年、プロッサー大佐がヤキ間軍の関西役に選出され、北部へと移住したため、彼は二度とプロッサーに戻ることはなかった。1887年、ルイス・ヒンザリングが移住者を促進を図って製粉工場を建造した。1893年、運河が完成し、プロッサー考外会,会社が設立された。 1899年、人口229の町として正式に設立された。1905年、八木間郡とクリッキタト郡の東部からベントン郡が分離し、プロッサーが郡庁所在地に選出された。1907年、発電所が完成し、町へ電気の提供を開始した。1908年には高校が建設され、続いて、 電話交換局が完成した。1910年、アンドリュー・カーネギーの女性を受け、カーネギー図書館が建てられた。1910年代から1920年代にかけて石油や天然ガスが採掘され、大規模な調査が進められているうちに世界恐慌が終焉した。1912年11月5日、ベントン軍の軍庁所在地をプロッサーから、 ケニウィックへと移動する住民投票が実施され、激しい論戦が繰り広げられた。投票の結果、ケニウィックは過半数を得ることができたが、法律に規定されている60%に達することができず、プロッサーが軍庁所在地を保持することに決定した。1919年、中部に住む農民、果樹栽培者、 牧場主の抱える問題を解決することを目的として、ワシントン州立大学の考え実験場が設立された。実験場には、ワシントン州農務省とアメリカ合衆国農務省が提携して、プルマンの科学者が採用され、現在も稼働している。1920年代、プロッサーには3つの新聞が刊行されていたが、レコードブレティン紙に統合された。 1926年、プロッサー裁判所が建立された。1968年に、ベントン郡歴史博物館が開かれた。近年、焼キ間川流域では、ワインの製造やそれ関連する観光が活性化している。焼キ間バレーアペラシオンのうち、いくつかのワイナリーは、プロッサーを拠点としている。主要産業は農業である。焼キ間バレーのブドウ栽培地域の一つである。 ありがとうございます。